はい、A プラス1個上のリグさんですね。このリグさんはとにかくかっこよかった男ですわ。この方男。おお、ホールドを取る。まあとにかくかっこいいリグさんだったんで、うん、負けました。こういうかっこいい人に負けたらもう本当もう文句ないわ。うん、ひじひじ忍び鉢から行ってみたが、あとリグのやっぱ爆発力すごいっすね。まあ後々出てくるんですけどね。なんかねこの方にじみ出てるのが、まあうん一緒いっぱい、なんかねあの俺のレベルに合わせて戦ってくれてる感がすごい。あーこの人はかっこいいな。ヤシンさんかっこ TW が、まあ、台湾の人かな。はい、ぶっ放していくブレイクブローで下段を、あーダウン入れて、うん、起き上がりの中段取って、おいいっすね、2勝取りました。うん、結構ホールドを出してくれてるんで遠慮なく。あーでもここも投げるべきだったな。うん、まずはね1本取れたんですよ、取れたんですよ。もうこっからがかっこいいこの人。うん、連戦です。はい、2戦目がもうこれこれもうだから多分これもう全力で俺はこれぐらいでいけるんだぜと、お前なんかやってみろよっていうグレート勝ち。もう初戦で出す、うん、俺もまあ頑張って勝ちたいんでね、うん、上段ホールドとか入れたけど、こうやってねこの追い込みの強さよ待てるっていうね。2敗です。うん、下段から入ってみた、体幹で持ってかれて、うん、一応ねちょっと抵抗したいから、ゲージ持ってかれて負けたと。もうさっきのと全然違うでしょ多分ね。僕とこういい感じで対戦しようと思ってくれてるんじゃないかな。めちゃくちゃかっこいいわこういうプレイスタイル、惚れる。もう一丁です。はーい、3戦目うん、上段取る。リグってなんかコンボの途中上段多いからなんとなくお願い上段と出るだけです。俺は別に狙ってるわけではない。かっこいいねこの追い詰めた時のこの強さよ、すごいね。うん、はい、いっぱいです。0勝1敗ピピで暴れてみましたけど、うん、まあまあ無難なコンボにしたけど、おー手取った。すごいね。このラッシュよ、このラッシュよ、うん、俺も頑張るよ。やっぱ食らいついてい
行かないとダメなんでね。でもね、2敗でしょ。うん、中段、あ、上段ですね。うん、起き上がりの下段も取ってダウン入れて、あ、もう一丁下段かでね。この辺かな。まあね、もうほんと、ここは違うか。うん、まあいいや。うん、でもね、こうやって壁に追い込むと上手。あ、ユエムが入って、うん、一勝。あ、次ですわ。もうこのリグさんに惚れたん次ですわ。まあよかったらちょっと見ていってください。男です、このリグさん。男、まあ女性プレイヤーってやったらあれやけど、男気があるっていう意味で男。うん、結構ね、下段ちょっと挟まるから、うん、と思ったんですけどね。でね、こっから、あ、違うわ。あ、うん、ここだわ。あのね、急にこうやって完全ノーガードになったんですよ。いや、めちゃくちゃかっこよくないですか。俺もいつかこういう余裕のあるプレイをしてみたい。なんかフルセットで戦おうぜってことなんじゃないの。いや、俺今もうリプレイ見返しててもちょっとうるっとくるわ。めちゃくちゃかっこいいやん。俺もね、こういう余裕があるプレイをしてみたい。いやー、今のノーガードで、だからそういうことでしょ。まあでも、まあ僕勝ちましたけど、勝ちましたけど、このリグさんのかっこよさないっすか。あのさっきのノーガードで、うん、まあ僕の勝手な解釈ですよ、勝手な解釈ですけど、フルセットでお前やってやるよっていう意思だったんじゃないの。あれもう急にノーガードで動かなくなった。まあもしかしたらね、コントローラーの不具合とかそんなんあったんかもしれないけど、まあそうじゃない気がする。この強さといい、この感じといい、いやー、うーん、ちょっとこの台湾のこのプレイヤーさんには惚れたわ。めちゃくちゃかっこよかった。うん、でまあ僕をなんならもう最後勝たせてくれたんかもしれないしね。もうそこまであるよね。うん、いや、俺もこういうプレイを心がけたい。ランク下の人にこう組み手をするぐらいの勢いでランク1に臨むっていうね、このかっこよさはちょっと興奮しすぎてコントローラー落ちたけど、うん、もうほんとお手本ですね。うん、こういうプレイヤーになりたいってもう心底思いました。うん、もう自分の中では超神回です、自分の中では。うん、まあ、ご同意いただける方いたら、まあ、いいねボタンポチぐらいお願いします。はい、ありがとうございました。